Hello, this is Tauntaun Train. Yeah, how are you today? ということでね、前回の竜の涙からしばらくぶりになりますが、続きをやっていこうと思います。14回目になります。ゾーラの里へ回っていこうと思います。はい、ということで今僕はここのゾラ大地の眺望台にいます。ということでやっていきましょう。で、最初にお断りしておきますが、僕は攻略はしてません。こうした方がいいとか、こう倒した方がいいとかね、そういうのは一切やってないので、まあ皆さんがやったであろうものを見て、トントンはどうやって攻略するのかなとか、まだやってない人は僕のやり方を見て、あ、ここがこうやったらいいかも、みたいな、まあアイディアになればいいかなと思って、動画を作ってますので、よろしくお願いします。ゾーラの里、来ました。前作でも来ましたね、ここはね。ミファーがね、恋心を持ってたんですよ。で、あの時のミファーの能力は、確か死んだ後も回復させてくれるみたいな。ミファーの祈りとか、そんな感じだった気がする。水力発電。エコじゃん。いいじゃん。ちなみにね、マイク変わったんですよ。音質変わったことに気づいてくれてたら嬉しいです。というか、あのマイクがお亡くなりになりまして、急にね、最近ゼルダやりだして、急にいっぱい使うようになったから、あの、キャパオーバーだったんだろうね。終わっちゃったんですよね。まあ、それはさておき、水？これ、チューリーじゃないな。水だな。なんだ？ここに電気でも貯める？こうして、おお、回った回った。これで電気がついた。で、これを持ってけばいいのね。これ繋げればいいの。あっ、あっ、あ、で、このまま入ると多分死ぬ。おお。電気は途中で終わっちゃうんだ。満タンにして、行って、行く。やった。やった。閉じ込められる前に出る。はいはい。まあ宝箱はこれで OK。で、また電気を貯めて、あそこにセットするのかな。はい。これを、自分は乗ってた方がいいな。ああ。落としちゃったよ。あ、行っちゃったよ。再挑戦ですね。この辺に置いといて、自分は乗って。これで、あー、上がりました。はい。水力発電でございました。はい、これでゾーラの里にワープできるようになったってことですね。よっ、はい、行きましたよ。なんか話してる。ごめんなさい。みんなの治療は一旦終わったんですけど、水の実を使い切っちゃって、想定以上の被害で申し訳ありません。いえ、仕方がないわ。それよりも里のみんなが無事でよかった。あとはあの像を何とかできれば。あら、旅人さんですか？話に夢中で気づかなくてごめんなさい。今、ゾーラの里は空から降ってくるヘドロのせいで大変なことになっていて、
やっと一段落ついたところなんですが、ここがヘドロまみれのままで。あれ、あの像は里のみんなにとってとても大事なものなんです。どうにかしてヘドロを洗い流したいと相談していたところなんです。お構いもできずごめんなさい。ごゆっくりなさっていってくださいね。これ多分ミファーの像なんだよね。シドさんはどうした？おお、旅の方。このヘドロの中よく無事に参られた。先ほどすごい量のヘドロが降ってきたが、キデンも俺も巻き込まれずに済んだぞらな。ヨナ様の指揮のおかげでヘドロに埋まったものの救助も間に合ったが、里の大事な赤道にヘドロがべったりと。うむ、困ったものぞら。これを落とせばいいんでしょ？でも誰かと話しないといけない気がする。しっかりせい。シゴ様、私に買わせ、他のもの。うえぇ。このテレフォル、うえぇ。ゴロの里は美味しいわ。ここではヘドロになんか混ざってるってことですかね。正気が混ざってるのかな。ここに前、族長さんが座ってたね。すんごいでっかいゾーラ族の。いないね。ルラッチュ。ね、水路場で遊んでたんだけど、ヘドロが落ちてきたの、急に来たの。そしたらヨナ様が手を引いて屋根のあるここまで連れてきてくれたの。ヨナ様はまた広場に戻っちゃったのかな。ヨナ様。ヨナとかいうのを探せばいいのかな。はい、野人。ヘドロには気をつけろよ。ヨナ様たちのおかげで荒方洗い流すだが、いつまた降ってくるかわかんないからな。なんかそんな。強気なのね。ハイリア人名みたいな。まあ、この一族はね、あんまりハイリア族にね、いい思いを持ってないんですよね。ハイリア人のせいで、まあ、要はリンクのせいで、ミファーというね、大事な族長の娘さんを亡くされてますからね。リンリーじゃなくて、リンク様、これね、幼なじみ100年前とかに会ってるんだよね。よく里までたどり着けたわね。街道はヘドロでぬかるんでるし、川は私たちでも泳げないほど汚れてるのに。さすがリンク様。で、ああ、もう、他人行儀すぎてそわそわしちゃう。里の恩人を子供の頃勝手につけたあなたで呼ぶのもどうかと思ったんだけど、やっぱりあなたのことはリンリンって呼ぶわ。リンクだからリンリン。まあ、昔なじみの特権ってことで許してね。ともかくこの状況で里まで来れるなんて、さすがリンリン。また会えて嬉しいわ。なんか滝登りとかできる服とかあったりするんだよね。売ってないのかな。この人弱ってる。こいつシド？違うね。なんか売ってる。え？お店ですか？何をおっしゃるんです？今それどころではありませんよ。水飲みも在庫が切れちゃいましたし。え？お店ですか？あ、買わせてくれないの？ちょっとじいちゃん、久しぶりにお客さん来てくれて。もう、ロスリーおじいちゃんってば。ごめんね。腕自慢の工房、ハンマーヘッドは臨時休校みたいなの。私のおじいちゃん、里で一番の鍛冶師なんだけどね。天変地異が起きてからずっと不機嫌なの。この人、前作も不機嫌だったけどね。わしにとってはヘドロよりも、先の天変地異で武器が朽ち果てたことの方が問題ぞら。おかげで鍛冶屋の仕事も様変わりしたものよ。くたびれた刃に魔物の唾、角や牙をくくりつけて一丁上がり、仙台が聞いたら泣くぞだな。シドさんがいないから、まあこれ汚れ落としちゃえばいいかな。これね、ここに来るまでにね、やってたんですよ。水飲みかチュチュの実を投げるといけんだよね。これほい、ヘドロが、あなたがヘドロを洗い流してくださったのね。あの石像はゾーラ族の希望の象徴。私たちにとってもとても大切なものなのです。綺麗にしていただきありがとうございました。あの像はかつて里を救った二人の勇姿をかたどったものでして、そう、ゾーラ族のシド王子とそのご親友ハイリア人の剣士リンク様。あ、前回の戦いの時の像なんだ。そう、シドの上に乗ってフィューって泳いでたんだよね。素敵ですよね。いつかお会いしたいな。ちょうどあなたみたいな背格好で、そんな瞳で、ハイリア人で、あ、ちなみにこれ服変えたんですよ。ちょうどいい感じだったね。時のオカリナの時のね、服なんだって。これ僕、時のオカリナをやったことあって、任天堂64で、その服が好きだったので、ちょっと地底歩いてね、今日集めたんですよ。
まあいいや、はい。剣士。まさかあなたは。そうなんですよ、実はリンク。本物の剣士、リンク？お本、明日のですよ、ユミ。ごめんなさい。失礼しました。でもまさかあなたが本物の剣士リンクだなんて、私も驚いてしまいました。この里に来て以来、毎日のように大噂を聞いていました。私はゾーラ王子の使徒の言い名付け奥さんじゃん。ヨナと申します。リンクさん、お会いできて光栄です。言い名付け婚約者、幼馴染、ゼルダ姫様と共に行方不明だと聞いていましたが、どうしてここに？まあいろいろあってですね。ハイラル城の地下でそんなことがあったのですね。それでハイラル全土を調べ回ってると。ではこの里に来られたのもゼルダ姫様を捜索するために。そういうことであれば里の周辺を自由に調査いただいて構いません。そうだ、もしよかったら指導王子に会いに行ってあげてください。きっと喜ぶと思いますから。指導王子は雷獣山の頂上にあるミファー公園にいます。ミファーの名前がついてるよ。ああ、前作やったことある人はちょっと感慨深いものがあるんじゃないでしょうか。ヨナ様、お時間です。そろそろ行きませんと。すいません、リンクさん、私はこれで失礼しないと。あ、もしよかったら指導王子に会いに行った後にでも上の階にある療養所へ立ち寄ってください。私もきっとリンクさんの力になれると思うので。うん、なんか能力あんのかな。ゾーラの里のシド、シドに会いに行きましょう。こっちライネルとかいそうな気がするんだよね。ミファ公園へ。これ滝登りしないといけねえんじゃないの。滝登りの力はまだ持ってないからね。今回滝登りができるのかは知らないけど、自力で登れと。とりあえず登っていく。なんか上の方濡れてて登れなそうな気がする。待てよ、何かの拍子にここ開放してるからこっち行っちゃおう。本来自力で登るところを先に解放してあったのでちょっとズルしました、ごめんなさい。ということでシドさんいますか。シドいた。何してんのシド。本当に君なのか。おお、シドさん。会いたかったぞ、リンク。いいね。久しぶりだな、リンク。行方不明と聞いて心配していたんだぞ。一体何があったんだ。カクカクしかじか。後ろのなんかウニウニすごいね。僕ちょうど僕の上のあたりこの辺。すごくないここ。ハイラル城の地下でこんなことが。しかしその後目覚めたのが空の島とは。空、やはり空が全ての鍵なのか。いや、実はこの辺りに降るヘドロの元凶はあの空に浮かぶ島にあるのではと考えていてな。だから今遺跡の破片や空に関わる歴史書をゾーラ族の学者に調べてもらっている。なるほど。俺自身はここのヘドル大将で自由に動けないからな。ほら、ここはゾーラの里に流れる水の源流。ヘドロが混ざった汚れた水を俺の力、水を操る力で分離してきれいにしているんだ。今はこれを続けなければ汚れた水が里に流れ込んでみんなが苦しむことになる。だからここを離れるわけにはいかない。だがリンク、もしゼルダ姫の行方が空の行き島や遺跡と関わりすがありそうなら、さっき話した学者のところへ行ってみるといい。ジアートというじいさんだ。役に立つ情報が何か得られるかもしれん。ジアートはここから北西にあるトト湖で調査を続けているはずだ。久しぶりに会えて本当に嬉しいぞ、リンク。またいつでも訪ねてきてくれ。
なるほど。シドさんはなんか能力を身につけてるってことですね。水をきれいにする。まあ、この人がおそらく賢者になるんでしょうけども。トトッコ。こっち行けばいいやん。これミファーじゃない？誰かいた。おお、誰かと思えばリンク殿ではないか。ご覧あれ、大獣山も生まれ変わってミファー様の像を祀る公園となったぞ。今やここで我々ゾーラを見守っておられる。このヘドロナンを耐えられるのも皆の努力と偉人の加護があってこそだな。そう、ここはね、なんかライネルとかいて、ちょっと怖かったんだよね。ミファこっち行っちゃうと違うでしょ。北西のトトコというのは、この辺か。あ、ここだ。これ地図で、トトコって書いてあったので、印をして、向かってきました。汚ねえな、なんか。学者さんはどこにいるんでしょうか。あ、いた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 。こっちか。はあ、学者の考えることはわからん。もう少し慎重に調べられないものなのか？いや、もしかして、今の一人ごと聞かれていたのか？違うんだ。ジアート殿が遺跡の調査のためといって、危険なものでもベタベタ触るものだから、護衛としては気が気でなくて、ちょっとぼやいてみただけなんだ。あ、ほら、そこにホラー穴があるだろう。異変で崖が崩れて古い遺跡が露出してな、指導王子が調査を命じられたんだ。学者のジアート殿にとっては専門分野だから、目を輝かせて夢中になっているのさ。あっちに行けということですな。これがね、水の実。これもさっきのチュチュの実と同じように、水がブシャーって出る感じ。いたいた。はい。ねえ、このイカメシヨシキ、荒波を思わせる書体。これこそ、はるか昔、我らゾーラの祖先が書き記した、イニシエの石碑。空魚の地に立ち、雫が水の架け橋の、うむ。やはり読めぬか。む。お、リンクではないか。気がつかず悪かったゾーラ。いや、しかし聞いてくれ。この大発見を。これはまごうなことだ。古代ゾーラの石碑。しかも空に関する記述がありそうなのだ。ただ、肝心の石碑が欠けてしまっており、全容がわからぬゾーラ。なんとかして解読できればいいようにだが、まいったゾーラな。でね、ゼルダもそうだったけど、こういう研究者ってさ、聞いてもいないこと語り出すんだよね。勝手にこうスイッチ入っちゃって。多分この落ちてんのははめんじゃないの。あ、これじゃない。多分ね、あそこにはめる何かが、どっかに、あるんじゃ。ないのかな。この辺に入り口はない。あ、あった、あれだ。これを多分、イエス、大正解といったところですね。はめまーす。はい、来た。なんと遺跡が、違う、石碑が。リンクよ、感謝するゾラ。ああ、読める読めるゾラ。空魚の地に立ち、周囲を見よ。さすれば宙に浮く岩々に雫が見えるだろう。その雫、王の証で射抜くとき、水の架け橋のありか示され。弓を使ってなんかやるんだな。これ、我らゾーラ族と空の民つなぐものなり。素晴らしい。まさしく空へ行く方法の手がかりになりそうだな。しかし、この文自体が謎かけのようになっておる。一難去って、また一難ずら。それがゼルダです。
オーナーが死というからにはまずはドレファン王にお話を聞くべきか。そろそろヘドロの調査から里へ戻られる頃だと思うか。なるほど。つまりは里に戻れということですな。じゃあ戻りましょう。はい、里に戻ってまいりました。来ましたーって、いない。ドレファンをパンチ、そしてキック強いぜ。ジャブフフフ、わあやられたー。ヘドロドロドロなのー。うれぬ深く卑怯な魔物め、こうなってしまっては仕方がない。秘密の場所に隠れずするよ。その場所は、ん、なんだよ兄ちゃん。ドレファン様ごっこなら満員だから入れないぜ。続きができないからあっち行ってくれよな。これはなんか隠れて話聞くパターンじゃない。そしてドレファン様が隠れてる秘密の場所、それはダメダメ、教えてくれない。じゃあ裏側に行きましょうか。なんかこれゲルド族だっけ、なんか秘密の暗号みたいのを聞くときやったよね。後ろ側からとか。やったか。だがヘドロでドロドロ深くを取ったぞよ。ドレファン様、ひとまずあの場所に身を隠しましょうぞら。おい、ちゃんとやれよ。やっぱりムズリ様と魔物の一人二人役なんて僕には無理だよ。でね、ルラチュね、ちょっと気になったんだけど、ドレファン様が隠れてる場所ってどんなとこなのかな。俺知ってるぜ。前にドレファン様に聞いたことあるんだ。確か清流の豪所って言ってたっけな。清流ってことはやっぱり綺麗な水が流れる場所なのかな。最近里の周りの水はほとんどヘドロで汚れちゃってるけど。おう、雷獣山と里の間のどこかに今でも綺麗な水が流れてるところがあるんだってさ。しかも秘密の入り口が滝の裏にあるとか。滝、水の綺麗な滝の裏に秘密の入り口、すごいんだね。うんうん。ってちょっと兄ちゃん、それ誰にも言っちゃいけないってムズリ様が。大丈夫だって、誰も聞いちゃいねえよ。それ、早く続きやろうぜ。もう別の遊びでしょうよ。ってことで、話を無事に聞くことができました。だ、王は今隠れているということですね。雷獣山と里の間のどこかにある水のきれいな滝の裏。ニョナ様、リンク様がお見えです。お、あら、来てくれたんですね。力になれると言ったのは、あなたの持ち物、ゾーラの鎧をお返しするためな、なんで、お返し？先の戦いで傷つき、この里でお預かりしていたゾーラの鎧は、私が修復を試みていました。それで作業はほぼ終わりましたが、最後に一つだけ、昔アロワナ。という魚の鱗さえあれば修復が完了するのですが、昔アロワナは最近めっきり見なくなり、今どこに生息しているのか見当もつきません。鎧の素材ですし、鍛冶屋のロスーリさんなら何かご存知かもしれませんが、そういうわけで修復のためにと鎧をお預かりしたのに申し訳ないのですが、もしリンクさんが昔アロワナを見つけたら私のところに持ってきていただけませんか。ゾーラの鎧があればハイリア人でも滝を登れるようになりますから、きっとあなたの役に立つはず。覚えておいてくださいね。これはまず鎧をゲットした方が良さそうだな。鍛冶屋、こっちだこっち、下の階のこの象の方。いたいたいた。お主か、なんか夜空。昔あるわな。ああ、それなら最近雷獣山の頂上にあるミファー像の近くで見かけたという話を聞いたぞら。ゾーラの鎧の補修にも使われておった今やほとんど取れぬ希少な魚のはずが、なぜまた見かけるようになったのか。これも天変地異の影響だな。
ああ、じゃあ、あの、シドがいたとこに行けと。はい、ということで、また戻ってきました。ミファー公園でございます。今回、行ったり来たりさせられてますね。で、ミファー公園に魚がいる？魚。いる？昔アロワナ里と雷獣山の間ハイラルバス違うんだよ。昔アロワナ昔アロワナバスしかいねえよ。この下魚いますか？こっちかな。あれ違う、なんかイベントの方進んじゃったよ。鎧なくてもいけんのかな。おお、びっくりした。何や、お前はリンクではないか。どうやってこの場所を見つけたのだ。一体何を企んで。おお、行った。待て、ブズリ。いきなりそれではリンクも何が何だか分からず驚いておるではないか。ドレファーン。なんか傷ついてるね。久しいな、リンク。ゼルダ殿とも共に行方不明と聞いていたが、何故ここに？なんと、そのようなことが。どなたとゼルダ殿に。ゼルダ様はこつぜんと消えてたと。嘘をつくな。ハイラル城の異変が起きた直後、わしらはこの目でゼルダ姫を見たのだ。落ち着くぞよ、ムズリ。リンクの瞳は嘘をついておらん。変わらず我らドーラ族の友のままぞよ。きっと何か事情があるに違いない。リンク、まずわしらの見たゼルダ殿についてと、なぜわしがこの清流の御所に身を隠すことになったのかを聞いてほしいぞよ。ゼルダ殿と遭遇したのはハイラル城が浮上した直後。空に現れた浮島、降り始めたヘドロや遺跡の破片、それらを調べようとわしとムズリが里を出た時のこと。ヘドロの魔物を従えたゼルダ殿が空から舞い降りてきたのだ。そしてあろうことか、我らにその魔物をけしかけてきたぞよ。見事ドレファン様はその魔物は撃墜なしゃったが、戦いの中でヘドロに侵され、気がつけばゼルダ様は姿を消していたぞら。ゾラ王負傷の原因はゼルダ姫のご乱心、そうと知られれば大混乱は避けられぬ。そのためこの清涼の御所に一時的に身を隠されることになったのだ。そなたの話ではハイラル城の地下でゼルダ殿は忽然と消えたというが、一方でこのゾーラの里付近にも現れ、さらには魔物をけしかけてきた。ますますわからぬが、しかしゾーラに限れば確かなことが一つだけある。すべては空から降ってきたということぞよ。この災い、ヘドロも魔物もゼルダ殿さえもな。やはりすべての謎の答えは空にあるのかもしれん。シドも遺跡に詳しい学者のジアートに調査を命じておったな。進展はあっただろうか。なんと、すでにジアートと話しておったか。復元した石に書かれていたという王の証。うん、確かに知っておるとも。王の証とはゾーラ王の鱗のことなのだ。イニシエの儀式ではそう呼ばれたと聞くが、どう使われていたのかはもう知る者はおらぬ。しかし、わしの鱗が役に立つなら、俺、持っていくといい。この程度、遠慮はいらぬ。足りなくなったらまた取りに来るがよいぞよ。ジャブフフフ。不思議な笑い方だね。王の鱗5枚。歴代ゾーラ王の額に生じる特別な鱗。見る角度によって異なる輝きを放つ。古くはゾーラの祭事で、用いられていた。しかし、わしもあのような魔物に遅れを取るとはもう年ぞよ。
そろそろシドに王位を譲ることを考えても良いかもしれん。どれ、フラン様。まあそれもこのヘドロ騒ぎが落ち着いてからの話ぞよ。シドにもわしのこと、そしてこの王の鱗のことを伝えてくれ。わしのことは心配いらぬ。お前のすべきことをせよ、とな。なるほど。なんかいろんな謎が。謎が謎で謎謎謎って感じですな。魚。シドに伝えてもいいんだけど、とりあえず魚。魚がいねえんだわ。ミファーのとこに戻ってきました。この辺にいいんじゃないの、魚。あ、いた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 。なんかいた。昔あるわな。さっき来た時にね、取っとけばよかったんだけど。はい、また里に戻ってきました。これで魚を届ければ、鎧をくれるはず。おはようございます、リンクさん。昔アロワナは見つかりましたか？あれさえあれば、ゾーラの鎧を修復できるのですが。それとも何か他のご用ですか？昔アロワナどうぞ。昔アロワナ。これがあれば、ゾーラの鎧を直せます。工房ですぐに仕上げてきますから、ちょっとだけ待っていてくださいね。修復完了です。ゾーラの鎧ゲットだぜ。滝を遡ることだけで。ほらね、滝登り、前回と一緒。これがないと話進まないんだ、多分。ゾーラの鎧を着れば、ハイリア人のあなたでも、私たちゾーラ族のように滝登りができますよ。降り注ぐヘドロの滝はさすがに登れませんが、今一瞬期待したよね。登れんのあれと思ったけどね。違ったね。少々濁っていたとしても、水の滝であればリンクさんなら難なく登れるはず。ぜひゼルダ姫様を探すのにお役立てください。おー、なんかズボンと合わせるとダサいダサいちょっとダサいね。いや、ダサい、非常にダサい。ちょっとまあしょうがないね。これでいきましょう。へい、ということで、ミファ公園に戻ってきました。で、これね、どうしてもね、ダッサいので、先に服とか、ズボンか。ズボンと多分頭を買っとこうかなと思ったら、売ってないんですね、この里。で、まあ、ここだけは攻略見ちゃったんですけど、この後に来る神殿、その神殿をクリアした後の方が、まあ、よろしいっていうことで、まあ、行けなくはないらしいけど、その後のが楽ちんっていうことなので、ちょっとこのダサい感じで話を進めますが、ご了承ください。ということで、はい、シドさん。それはゾーラの鎧か。やはりその鎧を本当にそう思ってる。ダサいよ、これ。ゼルダ姫の捜索にもきっと役立つはずだぞ。それで、そのゼルダ姫捜索についてだが、リンクの方で何か進展はあったか？うん、王様の話を伝えましょう。何？父上が魔物に襲われていただと。しかもそれをけしかけたのはゼルダ姫。一体どういうことなんだ？いや、今は父上の言葉を信じ、過度な心配をするのはよそ。リンク、父上のことを教えてくれてありがとう。空から舞い降りてきたゼルダ姫に、魔物、ヘドロ、俺と君の目的は同じく空にあるようだ。そして石碑に記されていたという王の証が父上の鱗ということも分かった。残る謎は空魚なんです。宙に浮く岩々とそこに見えるという雫か。空魚の地に立ちというからにはどこかの場所を示しているのだろうが、そうだな、まずは空魚の地を探し出せればその雫というものについても見えてきそうだと。リンク、もし何か分かったら俺にも教えてくれ。多分空のその魚の場所で雫に対して弓を撃つんだとは思うんですが、水が混ざってる滝なら行ける。でもヘドロは行けない。その空に行くのは、さっ
昨日はドロドロ。これもダメかな。これもダメっぽいな。あそこになんか岩落ちてきた。あれから行けそうじゃない？あれ乗ろう。オッケー、これを戻れ越して、ちゃ、何網持って。でん、戻れ子。ゼルダが使いこなしていた能力。戻れ子。ソニア様も使いこなしていましたが、悲しい出来事でしたね、あれはね。急に来たからびっくりしたよね、あれ。行けない？あそこまでは。いけない。なんかあそこ浮いてる。図らずして、魚の島に、魚だよ、これね。魚のか、これが水の神殿か？イェイ。たねえな、これ。この水地中って、なんだろう、使い道ねえなと思いつつ、ずっと持ってたんですよ。俺70個ぐらい持っててね。よかったね。空魚の地に立ち、周囲を見よ。さすれ、周りを見る。宙に浮く岩に雫が見えるだろう。その雫、王の証で射抜くとき。この岩、雫？あれ？ああ、わかった。これじゃね？ほら、この角度でだけ雫に見えるっていう。これを、この鱗。これをつけて、撃つ。大正解、トントン。おっと？あそこに行けばいいんでしょうけど、その前にシドに話をした方がいいんだな、きっと。ヨナさん、どうしてここに？シド君に相談があってきたの。私ずっと考えてたんだけど。あ、二人の会話邪魔しちゃダメでしょ。リンクさん。おお、リンク。どうしたんだ？なんかわかったのか？の、古代の石碑の謎が解けて光の柱が現れた。石碑にあったことが正しければ、その場所を調べれば空への道が現れるのか。さすがだな、リンク。これは大発見だぞ。話してる途中にね、せっかくね、乙女心がわからないね。ねえ、シド君。私、その光の柱の調査にはシド君も一緒に行くべきだと思う。今までずっと考えていたの。あなたがもっと自由に動けたらと思って。シド君とリンクさんが力を合わせれば、きっとこの危機も乗り越えられるはずよ。それは、そうかもしれないが。どうしたの？一体何を迷ってるの？いや。え？の？ヘドロライク。あれ、なんか。ヘドロを守った魔物？まさか、あれが父上を襲ったやつなのか？水は少しの間なら私たちの力でもなんとかなるわ。頼んだぞ。リンク、一緒に戦ってくれ。やつはヘドロで身を守っている。厄介そうな相手だが、隙を見て声をかけてくれ。俺の力で君に水をまとわせ、攻撃から守ることができるし、武器を振れば、まとった水を放つことができる。シドの水を操る力。敵の攻撃を一度だけ防ぐ。水をまとうことができる。まとった水は武器を振ることで放つこともできる。ああ。
いやいやいや。あ、はい。とはいえ。え？どうすんの？行って。ああ、なるほど。で、またヘドロになってるってこと。はいはいはい。はい、爆弾食べましたよ。いけ。やったな、リンク。面白いってか、このヘドロの魔物め。みんな無事か。みんなの心配ができる素晴らしい王ですね。よかった。ヨナさんにもしものことがあったら、俺はまた魔物が現れないとも限らない。やはりヨナさんは里へ戻った方がいい。ありがとう、シド君。でもさっきのリンクさんのお話、貯水湖に現れたっていう光の柱、それを調べればもしかしたら空から降ってくるヘドロの原因やゼルダ姫様の行方がわかるかもしれないのよね。やっぱりこうなったら、ここは私たちに任せて、シド君も調査行った方がいいと思うの。ヨナさんも頑固ですね。確かに、俺も一緒に行きたいところだが、ヨナさんたちをこんな危険なところに置いては。さっきも任せてくれたじゃない。少しくらいなら私たちだけで大丈夫よ。しかし、こっちも頑固だね。シド君、私のことを心配してくれるのすごく嬉しいわ。でもあなたはゾーラ族の王子、いずれは里の人々を導く立場。失うことを恐れてはダメ。過去の自分を克服して何も恐れず前に進まなきゃ。だが俺は、ああもうらしくない。ここは私に任せなさい。ジロー君はいつものように前だけを見て思うように進めばいいの。いつもの俺らしく。大丈夫、私はいなくなったりしないから。そうか、俺は大切なものを失うことを恐れていたんだな。そう、ミファーをね、失ってるからね。なくしたくないのよ、大事なものを。おお、分かったぞヨナ。俺はヨナを信じる。ここは頼んだぞ。なんか、あの、芸人さんみたいなね、イケメンの。名前出しませんけど。行こう、リンク。光の柱へ。先に行ってるぞ。すげえ元気。シーン、BGM が止まった時のシーンって感じがちょっとなんかね。ふふ。やっと吹っ切れて、いつもの視力に戻ってくれたよね。彼は自分が大切なお姉さんを守れなかったってずっと悔いていたの。そして今度は私のことを思ってくれて動けないでいた。でもシド君は私を信じてくれた。やっぱり彼はこうでなくっちゃねって喋ってる間にさ、どんどんヘドロが来てるからね。リンクさん、シド君のことよろしくお願いしますね。はい、あなたは早く水をきれいに握りなさい。はい、ということで先ほどの光の柱の方に行きたいと思います。さっき弓矢放ったとこにね、来ました。こっからあの緑のとこに行きまーす。この緑のとこに行きまーす。あれ？あれ、ここじゃない。あれが、って、上か。あそこに行くのか。あ
ここでセーブしてたので、こっから見直します。頑張りがなくなっちゃったから。はい。シドさん。背高いね。おお、あれが空へ行くための手がかりか。また来い。来い。神殿行くよ、これ。何だったんだ、今のは。いや、今それどころじゃないぞ。あの光、一体どこから？俺に考えがある。お、喋った。おう。おう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 、すごいね。やはり思った通りだ。そこに入り口のようなものが見える。道は俺が作る。飛び込め、リンク。え、おお、すげえ、すげえことになってる。ここに飛び込む。はい。ええ。なんだこれは。え？破壊？ユンボウがいない。ユンボウ水ダメか。じゃあ弓で爆弾？あーはー、水位を上げていくわけね。はいはい。発見、古代ゾーラの祭典。おお、なんか光ってるよ、上の方。おお、なんかいろんなとこに、あ、水かさを上げていくのか。いって、近すぎた、近すぎた。ん？あ、ここは登れない。よいしょ。あ、うまくいったわ。あれ？ちょっと増えただけ？お、入れる。あ、いった。お、びっくりした。これ上行けるのかな。あ、行けた。お、ここを壊す。オッケー。水位が上がりましたよ。
なんだ？レバーを動かす。開いた。ああ、入り口が届くようになってる。来たー。すっごいびっくりした。なんだ。ああ、これで上に上がれるようになったのか。滝だ。滝が空から降ってきたぞ。リンク、何があったんだ。君がやってくれたのか。なるほど、遺跡で謎の装置を動かしたと。そして滝が現れた。ん？そうか、分かったぞ。滝はゾーラ族にとって道も同然。水の架け橋とはこれのことだったんだ。この滝を登れば空に上がれる。リンク、さすがにそう。ティン。かい、かい、ここにかいですね。あ、女性。ここへ。我が元へ。まただ。誰かが俺を呼んでいる？一体何だったんだ？まあいい。道があるなら先へ進むだけだ。リンク、ゾーラの鎧を着れば君も滝を登れるぞ。鎧はミファー公園にいる。ヨナから受け取ってくれ。行きましょう。あ、ボタンを何も押さずに勝手に上がってった。お、え、なんか重力が弱い。お、すげえ、なんだこれ。ミニョーン。いいよ。なんだこれは。消えた。ああ、こん中も泳げんのか。あ、シトさんいた。なんだここは。こっちが聞きたいわ。体が軽いぞ。不思議な場所だが、今ヘドロの発生源を調べるのが先だ。手分けしてこう、リンク。お。面白いね。なるほど。こうやって上に進んでいけと。でもまだ水の神殿っていう感じじゃないよね。お。
なるほど。あ、マスターソードが終わっちゃったよ。あ、なんか道が開いた。ん？地図。いや、また地底のやつですね。あれ？下になんかある。なんもなかったわ。いいよ。あ、なんかある。なんでしょうか。多分こっち。おお。あ、こうやって飛んでいくわけね。祠があった。浮遊する水。乗ってけー。あ、ここも重力弱いんだ。落ちてきてる。ナイスキャッチ、ゲットだぜ。ゾナウエネルギー。多分戻れこ。正解ですね。あ、であれ乗って飛んでけばいいな。上行けなくない？これ。これ動かせる。ああ、わかった。これをこの辺に持ってきて、これでどうだ。なんで私は置いてかれたんでしょうか。はい。はい、クリア。やりました。
おい、敵発見。これで飛んでいく。風の神殿の時みたいだね。あっちか。なんか宝がある。チキン。イエス。だいぶ HP 持ってかれたな。あの辺が神殿か。これは戻れ子じゃね？OK、三角形にしてみた。これでどうでしょうか？出ないね。ほい、行ったか、行ったかな。イエス。また宝の地図かな。飛んで行けということですな。これ至れり尽くせりだよね。こういうのないといけないもんね。わざわざ置いといてくれる。その秘跡があの賢者に手に渡るのを防いでるっていう割にはさ、いろいろ。で、防いでるっていう割にはこういうね、完璧なセットができてるわけですからね。台車と羽と扇風機と、ここにセットしまして出発しますよ。 GO。 あ、シドがいた。シドさん、でけえな。シド、めちゃくそでけえな。体が軽くなったおかげで滝を登った時思った以上に飛び上がってしまったぞ。慣れない場所では慎重に行かないとな。リンク、ここから先も気をつけて進もう。武士か。よし、片付いたな。リンク、先へ進もう。君、大して活躍してない。はい。そろそろ神殿ですかね。
見たところヘドロの滝はすべてこの上の遺跡から流れ出ているぞ。つまりヘドロの源流があるとすれば、リンク、準備ができたら乗り込もう。わかった。俺はここで待ってるぞ。ということで、おそらくこれが神殿になるので、今回はこの辺にしときたいと思います。ちょっと長い。もうね、今深夜3時14分でございます。ほら、3時15分。ちょっとね、ちょっとここで区切りたいと思います。続きはまた次回ということで。はい、ということで、このマイクの感じいかがでしょうか。ぜひコメントください。あと攻略とかもね、水の神殿の攻略とかいろいろ教えてくだされば幸いです。ということで、この動画いいと思った人はLikeボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。またね。